はい。皆さん、第2部始めますね。では、では。えー、っとね、かな。かなね、皆さん最近、あの、いっぱい取り組んでくださってますよね。それで、この B の課題っていうのは、とても皆さんやりやすいと思うんですよ。こちらこそ、お願いいたします。あのね、基本になってますからね。えー、ぜひこれ、 挑戦してみてくださいね。それで、このポイントの中に筆を立ててから次へ進みましょうって書いてあるよね。うーんと、ちょっとそのところを見ながら、そういうところを見ながら、見てもらいたいかな。とりあえず書いてみるそれから、後でちょっと説明したい文があるかなで、 見やすいようにね、下にね下に半紙を引きましたでもちろん墨はお道具の準備墨をちゃんとすってお道具を準備してね当たり前なんだけどねじゃあちょっと書くねもうちょっと大きくした方がいいかなこんな感じ このこういう感じかここあ、いけるなでしょうそれからセミ と,ところだよねそれからアリアリじゃないよねアリだよねそうだよねちょっときつくやりすぎた ちっちゃいよ。それから、今度は三つだね。 次は4文字。ほと、と、ぎ、す、だからね。 点々は最後こんな感じそれでちょっと説明しようか赤の方がいいかな赤のでもね筆がすごいことになってんだよこれねえー、っとここのところこう線引くとここちゃんと空間空いてるんだよねで数はまあここと まあちょっとだけ狭いぐらい。同じぐらいでもいいよね。こことここの位置がね。だから、うーんー、ふ、うん諸者ってなると、この方の下に、塔はこっちの、この辺に来たりするよね。中心を合わせるからね。でも、こういう仮名の世界は、中心を移動させて、そこに美しさやリズムを表現していくっていう形になるから、塔を書くときに、大きさ、場所、 ねそういうところを気をつけてもらいたいな。で結構こういうところにこうね続くこう縦の線が流れているよね。うん小川が流れるような感じで好きだな。あとカモメっていうところもねここもうこことここさ結構同じ高さになってるんだよね。わかるあのカモメじゃなくてカとモがキュッとこう詰まっていて目のここ 広がってる。そこでも景色ができている。こういうところを見落とさないようにね。あいは、このアーのこの湿度。これね、みんなね、<laughs> 迷っちゃいそうな感じがするよね。だから最初あーだけ練習する。それからり。で、この線の始まりの場所もあーの中、あーの領域の中に入ってくるよね。だからその辺も見て。 ハートもそうだよね。はあと等の大きさの違い。で、歯の中心よりもとは右に寄って小さく書いてあるよね。から、えっ、ー、と、日は、日は、えっ、ー、とね、日のこの傾きを表現するのがちょっと皆さん難しいのかな。これ同じところを通っていくんだよね。 これはまあペンでもよくやるんだけれどもここのとこ同じところを通っていってここに膨らみを持ってくるとでこの方向ね結構ねあのー、見落としがちなんだけれども結構長いし、まあ、下の方を皆さんが思ってるよりも下の方に書くそれからここの展開をするところに力を入れすぎたりする場合があるからね気をつけてねで虫のこのね死のこれこれはね リズムを変えながら、こう、私は好きなとこだけど、皆さんはこう苦心。それで、えっ、ー、とね、こう、軸、こういうふうに、この軸をこう手前に、ん向こうにか、倒してこう、書かれる人もいるし、これをこのままずらしてくる人もいるし、まあその辺はその方の表現の仕方の違いかな。一つしかこう、 答えがない世界ではないので、あの、いろんなバージョンがあると思うんだよね。それぞれを習得していかれると、幅広い表現力が、表現ができると思うよ。で、み。みはこの、ここ短くね。で、ここの形、形よく書いてください。ふうはここのとこね。えー、筆が展開しているところ、早めに。 うん、ガガッと書かないように、丁寧に、丁寧に、うんぴつしてもらうといいよね。っていうのが、これ。これはぜひ、書いてもらいたい。あ、ごめん。で、次が、じゃん。こっちだね。あ、大きくなっちゃった。ちょっと小さくするね。あ、はい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 。これね。これ。これは、 これをね、書いてらっしゃる人も結構いらっしゃるよね。なので、ぜひ挑戦してみて。えー、っと、ま、あ書いてみるか。これね。ちょっと大きめにしながら書いてみる。こう。大きめにすると、 えーと全体のバランスが難しいまあ書いてみるねここのところラー。 オノリズムねって書いてあるね注意のところならでのリズムに気をつけてちょっと離れちゃった 憎かった。 外れちゃったかごめんねでちょっとあれかこの辺かないけるいけるねちょっと太くなっちゃった うん、外れちゃったごめんごめんおっきすぎるからかなちょっと小さくするかこんな感じ ちょっとあんまり綺麗な、うんぴつのやり方が分かったかな。こっちの方が、ごめんごめん。こっちの方が作品としてはうまくまとまったと思うよ。さっきのはまあ、うんぴつを見てもらうといいかな。で、これは臨書なので、まあ、形もしっかりと見てもらうといいかな。これをね、結構みんなね、好きで書いてらっしゃる人もいるので、ちょっと書いてみました。 はい簡単かなで次はえっ、ー、と同じ小筆を使うっていうことでちょっと書者の方にこれは少し小さいあ大きめかこうかねっにしてみますね。これはねちょっとこう説明にいきたいな。で ちょっと光の調節しないとね、ピカ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 するらしいんですわ。はい、じゃあねー。こうか。ちょっと暗くなっちゃった。いける大丈夫いじゃあ、これはね、ちょっと説明をしていこうかなと思いますね。 で、墨がね、墨で、まあみんな書くんだけど、小筆で。これ用紙だから、すごいね、濃くなってる人がいるんだよね。それ気をつけてもらいたいんだ。暗い大丈夫こんなもんだけど。大丈夫そううん。だからね、あん、濃いめにしないように。 うん半紙よりもちょっと薄めにしてあげた方が綺麗に伸びやすくなるよね。で、えー、っと、ここのところ、ちゃんと開ける。ちょっと大きくしようか。どうせだもんね。ね。暗い大丈夫大丈夫です。あ、ありがとうございます。一応ね、皆さんのこれも見れるようになりました。<laughs> そうそう。本当ね。 えーとここ開けるんだよね。ここが狭くて狭いからまあここが長くなる方があるからね気をつけてね。でここしっかり開けるしこの高さもあまりな高くしすぎない。なぜかといったらここの作りの方の縦の長さをしっかりと伸ばす方がかっこいいからね。それからまあえー、っとこの線。 を長く書く書んだけれどもどももうしても、ね、こっちにね、あのー、意識ばっかりいってしまってこの空間下ろすかになっちゃうんだけどこういう字形をうまく書くにはここの空間がとても大事でまあこう来たらここにしっかりと横へ展開をしてそれで持っていく。こっちのの横への展開があると こっちが安定してくると思うよ。伸ばしたとき。まあ、これもね、右にこう上がってるから気をつけてね。まあ、がーとか。まあ、これちょっと私長いんだけど、ここもちゃんと斜めになるように。結構ね、これを下まで書いて、こう横にこう展開してる人がいて、やっぱり心尿とか、僧尿とか、遠尿とかは、やっぱりここ斜めになる方がかっこいいんだよね。うん。で、とっ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 と言って、まあ、いけるかな。 皆さんそれから町町はこのねあのー、なんだえー、ちょっと待ってねこれちょっと下げようかいい下げてごめんねちょっと酔っ,ぱ酔っちゃうかもよちょっとだけちょっとだけ気をつけて I, thank you. ありがとうあこれ見やすくなった私が <laughs> はいでね 町という字は、えー、っとね、こういうのは、こう、ここのところが広がりすぎると、横にガッと広がりすぎるので、狭くね、この空間をね。で、最後、ここをぐーっとちょっと伸ばしてあげると、次への、こう、つ、う、な、ん、がりがよくできるかな。で、ちゃ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 っと行って、ちょっとこれ大きすぎるかな。この辺がいいか。 この辺がいいか。こうやったら明るく見えるの。こうね。で、この辺のね、こう、繋がっているところを、この辺ね、みんなね、ドンって力を入れてしまって。まあ、ここはいいんだけれども、こういうところもさ、きつくなっちゃうからね。あんまりきつくならないように。さあ、ここの展開もそうだよね。こういうところがうまくできると、うまく見えるよね。うん、こういうところがこう、 伸びちゃったり、また力入れすぎちゃったりすると、うん、流れが止まっちゃうのでね、綺麗に見えないよね。こういうところのテクニックね、しっかり表現するといいよね。見るという字ね、このお手本、あの、いつもこういう風な、あんまり見ないんだよね。先生独特の形じゃないかなと思うの。 だから、これも中途半端になっちゃった。まあ、普通でもいいし、お手本に見せてもらってもいいよ。見せるっていうことは、あの、大切なことだからね。ちゃちゃっとできて、この辺のね、ひらがなが重なってるところっていうのは、ひらがなの、この、形、がは横幅広い、では縦長、うん、っていうような、るは台形っていうような、もともとの形っていうものをそのままそこに当てはめると、 空間がで「きる」よねキールのここの空間も大切に表現してもらうと,、えー、っとここで一つまあここで一つこことかさ「キと「ーだけじゃなくてここにこう連綿の線があることでまた違った空間ができるからねこういうところを表現するといいよね。でまあカタカナも結構出てるけれどもバンバンと。 うんいつも言うけれどもルーは中心をここは中心だよねちょっと左にずらしてここの位置気をつけてでこっちを長く伸ばしてあげるとね結構あのうまく書けますよであるというところもねでというのはちょっと幅広く書いてあをはああじゃあでを縦長に書いて あーを幅広くでルーは小さくまとめるとであーるーだけであの空間ねいい空間出ますねできますねでうちの皆さんお名前でかいですようんだから本文よりもちょっとこれ小さくするか本文よりも小さくできないか小さく書くといいんだけどどうしてもあちょっと待ってお暗くなったでしょよしわーごめん ごめん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 酔っ払っちゃうね気持ち悪くならないんでねよいしょ OK はいごめんごめんでね何言ってたっけあそうそうお名前をちょっと小さめに書くといいんだけどどうしてもやれやれ書き終えたという感じで大きく表現してるからね気をつけてねで次 今は会所だったけど、今度は、あ、今は業所だったけど、今度、会所になるよね。んそうそう。これはね、力がわかる。まあ、業所もあれだけど、そうこう、ちっちゃい声で言う必要ないけど。会所はね、やっぱり、うん、扇質がスパッと見やすいからね。 でね皆さんちょっと力入れすぎちゃうんだよね。やっぱりペンをぎゅーっと握るこう癖がついてるのかな。だからこう小筆もぎゅーっと握っちゃうんだよね。軽く握る。こう、軽く握るんだよね。師匠もそうだし、その、皇室の鈴木先生もそうだし、みんなね、すごい軽いんだよね。 ギューって持ってる人って、えー、うまい先生であんまり見ないねやっぱりみんな軽いのうんなんかこうペン先とか筆先を遊ばせてるおよく遊ぶんだよみたいなそんなおおらかな感じがするよねうんまあまあはいでこれもじゃあちょっと大きくしてかわいいのね これももちょっっとと大大ききくくするわ。もっと大きくするうんこれねこっちよりも下の方を広くするのこの口の位置がねあやふやだったりする人いるよねそれから「愛」という字はここの「心」が入ってるよね「心」ってね大体、うん、いいどこにあっても、まあ、例えばここが中心線とするじゃんそしたらこう中心線まで斜めに来て から横に行くのよ。例えばこの愛という字も、大体この中心線のところまで斜めに行って横に行くんだよね。小さくあっても。あと乾燥文の管とか、そういうものも、大体ここの、ここの斜めから横に行くところは中心線と覚えておいてもらうというね。まあ大体だよ。大体。それから、ちゃんと羽があって、その羽を またぐように点々がある。まあ、ここもそんな感じだよね。だから、ここの羽、羽根これをね、小さく描くっていうのがポイントだよね。ガーって描いてしまうと、心の点々が入る場所がないから、結構こう、はみ出しちゃったりしてるよね。あんこがはみ出してるみたいな感じね。それから、ま、いつも言うように、ここは、まっすぐこう、斜めに描く人が多いんだけど、ここはまっすぐじゃなくて、こう、 たるませて持っていく方があ安定するよね。この空間が開いてね。というとこ。いは上がを揃えて下を、こっちを短く。こ,こはね、えー、っと、この横の線が上に行ったり下に行ったりするから、この場所を気をつける。まあ、にとかはわはだだっと行けるかな。で、旅という字ね、この点の打つ場所、これをね、あの、しっかりといい位置に。 打ってほしいの。ん書いてほしいの。これがね、こう、遠くに行く人がいるんだよね。これはね、中心からそんなに遠くないんだよね。だから、こっちが長く、こっちが短くセットできるんだよね。で、これもよ、よ、うーん、この、中心から遠くに斜めに書く人いるんだけど、やっぱり中心近くで立ち気味ね。そういう風にすると、形が整うからね。で、おはまあ、よく言うように、 ここ揃えるし、ここ揃うし、こっち長く、こっち短くだよね。で、さあも大体うまいよね。せいもいいよね。ようもいいよね。ようもここのところしっかりと横へ展開する。これ気をつけてね。あ、ここも今回あれだね。三つのパーツが出るのをさっきなんだ。街でも出てきたね。ここちゃんと揃えてね。これね、こう来て、 ま、ここよりも、ここは右に行ってもいいと思うの。次、ここよりも、まあ、同じぐらいでもいいのかながちょっと短く書いて、こうかこことここがやっぱり揃う感じに書きたいんだよね。これがどうしても伸びてしまう人がいるからね。ここちゃんと揃えると。それから、えっ、ー、と、まあ、さっき言ったように、こことここの空間はあまり開けない。まあ、2だね。入る。 入るはまあ、ここが中心になるように。で、わ。わもまあ、いけるとまあ、ここもだ。いいね。今回、この3つのパーツの感じ。しっかり練習できるね。はいはい。行人弁だ。行人弁はね、これ、縦に揃うんだよね。活字が横になっているから、こうやって書く方があるんだけど、これはね、綺麗に整わないから、 こう書いたら、この真下に、それも、こっちはちょっと横気味、こっちはちょっと下気味に書いてあげると、うん、広がりのある文字ができます。それから、こういうとこちゃんと開ける。ここも揃えるよ。ここの方向とこの方向が揃うんだよね。点が2つ、また3つ揃ってくると、ここにこういう風にさ、あの、線ができるんだよね。 その線の方向と、この線の方向が揃うと、かっこよく決まるよね。で、ここももちろん、長くこう、斜めになるように。さっきの、剣っていう字かな行書の剣っていう字でもあったように、ここを斜めに表現する。斜めに表現するっていうことは、まあ、こう、パッパッとか、ごめんごめん。ここことここの高さの違いをちゃんと、うん、 つけておかないとこことここが同じだったらダメなんだよね。というとこまあ絵だね。でこれももちろんじゃーんこれももちろんお名前はちょっと小さめうんやっぱりちょっと椿を使いたいなと思って今度山中椿にしました。うん山中は誰かの苗字です。<laughs> ということかな。で これが。で、次が、皇室だね。皇室は皆さん結構、ほぼほぼ皆さん頑張って書いてくださっていて、で、あんまりこう、あの、皇、うん、室やらなかったわっていうお教室の方も最近お勉強し始められて、うまくなられましたね。で、よく言うんだけど、さっきもそうなんだけど、こうお手本の見方だよね。 お手本ってさ、遠くに置いちゃうとダメなんだよね。まず何でもそうだけど、真似るっていうことが大切なの。まあ、どの世界でもそうじゃない上手い人、また尊敬する人、気になる人の、まあ、仕事ぶりだとか、行動とか、そういうものを、まず真似るんじゃないのかな書道もそうで、書者もそうで、まず真似ること。 そういうためにはちゃんとお手本をこういうふうに折ったりして、で、真横に置いてそれを見るというか、多分次の行に行く場合は、ちゃんとこう折るんだよね。それから補助線などを引いてみる。中心線を引くとかさ、それから、えっ、ー、と、こっちよりも、こことここの補助線を引いてみるとか、そんなふうにして、うん、文字っていうものを探ってみるといいよね。 お手本が綺麗に残す、お手本綺麗に残すということはないと思う。残したい人はコピーをして、で、コピーにいろいろ書いて、原本はそのまま残すっていう形がいいと思うよ。よくね、あの、作品集あるじゃない例えば師匠の古典の作品。作品集2冊買う先生。よく聞くよね。1冊は取っておくんだって。 で、もう一つは、いろいろと研究に使う。うーん。まあ、師匠じゃなくて、アイドルの、うん、<laughs> 写、写真集もそうだったりして。ははは。まあ、それはいいや。で、これもじゃあちょっとね、気になるところ、ピックアップしようかな。で、皇室書くときはね、こういうふうな、あの、 マットを必ず下に引いた方がいいよ。うん、ででねあこっちかじゃあこれかこれねえー、っとここのところが広くならないようにねこう書いてここのところこの線がこの空間がこう広くなってしまうとここねこの分ね 縦長になってしまうとっていう方がいいかな。ガーッと文字が大きくなってしまうので、ちょっとこう狭く書いてあげる。か女のこの部分ね、奥に行かないように。それからね、ここの出る場所って結構この、この下、この辺から出る人多いんだけど、これちは違うんだよね。だいたい真ん中ぐらいから出て、で、まっすぐからぐっと曲がる方がいい感じに書けるよ。うん。 でんとずっと言って、たけのこ。たけのここう同じものがつある場合は、えっ、ー、と、右を大きく書くで、右広がりにするんだけれども、大きく書きましょうと思わなくてもいいの。ここよりも、ここを少し高めに書いてあげる。上から書いてあげると、もう広がるから、その分で。で、こことここを同じ。 同じ直線上に、あの、揃えてあげるというね。で、こういう、こう、左が閉まってないものは、結構ここ開くよね。これを真ん中に持ってこないんだよ。この火を真ん中に持ってこない、ここは開いた方がかっこいい。それから、こういうのも、最初は立ち気味で、ここに曲線を持ってきて、横に持っていくと。 で、まあ、ばばばっと言って、B だね。B さっき、うんと、かなで言ったけれども、ここ、ちょっとこう、同じところを通って書いてあげる。あと、このね、斜めの線を、下に持っていくっていうところかな。じゃ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 んといってだな。えっ、ー、と、この部分、揃えるよね。で、ここがね、広がる人がいっぱいいるから、 ここを斜めこう狭く書いてあげるここを狭く描いてあげるとこの下に縦の線が来てここに空間ができるじゃないそこにちょんちょんと点を書くと。でずっといってだなまあこの辺も立ち気味から斜めに書くここを曲線で横に持っていくんだよとかは慣れてる人は結構書けるんだけどね。 それから、落ちるというところ。この、まあ、三髄辺というか、ちょんちょんちょんは横にだ出ていく。同じ直線状にしない。よね。それから、まあ、散る頃の地という字ね。これ特に気をつけて書いてはみたんだ。これね、ここのところをちょっとね、こう書いて、最後にちょっと直線を少しだけ入れるの。 そうするとね、ここがまとまって品よく書けるよ。ただし、ここ直線書けましたよって分かるような入れ方だとおかしくなるんで。分からないように。曲げて、最後ちょっと直線っぽくいって横に持っていく。それがテクニックかな。で、ルーのこの結びね。ここも真ん中まで、まあ、こう真ん中まで来ました。 そしたら上にちょっと上げて、で、遠くに持っていかなくて近くに下ろすと。そうするときれいに、小さくまとまるよね。みんな結構この結びを大きく書いちゃうんだよね。それはこの下ろす場所。ここを、ここが遠くに行っちゃってるんだよね。まあ、コロ。で、まあ、これね、ちょっと手本、ここ短かったなと思って反省したんだけど、書き直しませんでした。じゃじゃんと言って、 花の場合ここから線を引いたら上で終わるとか簡単かなまあこの辺行けるそうだなみんなねでさっきも行きそうだよねここがつながるように書くのがさときが上手に書けるポイントこう来たらちょっと上の方からスーッと入ってくるようにしてカーブをきつくして横に持っていくさときね これもね、ちょっとこれ幅広く書きすぎたらもうちょっと縦だなと思ったんだけど書き直しませんでした。皆さん成功祈りますよ。それから青はね、ここの長さいつも伝えるんだけれども、ここがぐーっと伸びちゃう人がいて、あらぎょっと、ここがすごく空、うん、いてしまって整わないんだよね。こう書いて、ここは、 短くか、ここ短くかくと、ここの空間がしっかりと空いてきて、いいよ。で、茂るという字なんかはね、この線を短く書くことで、この線、この反りを長く感じさせることができるから、これ長、この長さ気をつけてね。で、コ炉。まあ、この辺いけるかな。で、ヤナギ。これもまあ、 いけると思うよ。この空間が長かった、あの、狭かったり広かったりするからね。お気をつけ遊ばせ。で、やっぱりここを揃えることで、ここの長さが際立つから、こういうところを揃えてあげる。で、ここを長くしてあげるっていう形。で、これは土辺がちっちゃいよ。土辺よりも、ちょっとこの、作りは高い位置からで、 始まって。ほんで低い位置で終わるからね。土辺っていうものが小さくなるから気をつけて。外もそうだね。ここよりも高く。ここよりも低く。っていう感じで書くから、辺の高さ、長さっていうかな。それを気をつけてもらうといい。 さあ、垂れるという字ね。これ横の線がいっぱいある場合、どれを長くするか。漢字はどれかどの線か。うん、線だけじゃないんだけれども、一箇所が結構幅広く書いてあって、それがその漢字の幅を表現するんだよね。で、一番、 最後、3とかでさ、こう、慣れちゃってるから、みんなね、一番下をこう、一番長く書くっていう癖というか、書く方があるんだけど、そういう字ばっかりではなくて、真ん中っていうとか、上とか、上に長い線が来たりするんだよね。で、だいたい下が一番長くない文字は、上にね、 長い線がある場合は、一番下の線ってね、二番目に長い場合が多い。必ずじゃないよ。多い。ちょっとその辺、こう、うん、長い、短い、横の線のね、注目して、お手本見るといいと思うよ。はい。まあ、例だね。で、これはまあ、1、2、3、4で、口が先書いて、で、 えー、右左を書いていくよね。で、ここのところ、うんと同じ、うん、幅にするといいと思うよ。ツバメのくる。このね、くるっていう字ね、お手本がこっち長く、こっち短く、これでこっち、右払いがぐっと長くなってたので、そう書いたの。まあ、あの、学生さんだと、こことここ同じだよね。 でまあ大人になってくるとそういう風に、うん、長短をつけてこっちに長さを持ってきてバランスをそこで保つっていう時形の取り方がされると思うんだよね。そういうのを見てみるといいよね。で、この点ね、斜めにこうして、こっちも斜めにしてこう万歳の形を書く方あるんだけど、まあこっちはね、立ち気味が結構かっこよくて、ちょっと 赤があれかな。で、こっちが斜めきつい方が結構形いいよね。その辺の高が点、されど点ですね。一つの点によって、うん、表情は随分変わりますからね。広がりも変わるので、その辺丁寧に。これね、こっからちょっと上に持っていく。そうするときれいにまとまる。ルーをこのまま こう書いても「まあ、る」には見えるしいいんだけれどもここのところをそのまま上に持っていかないでちょっとだけこっちに向かって上にちょっとあの進めといてからうんまあ「納める」と「丸っていうのを書くとちょっとこうほら何見えるなんかこう うん。まとまりがあるように見えるんだよね。私、こっち好きなんだよね。まあ、そんな風に書いてもらうといいかな。お。で、行人弁もさっき出てきたね、従えっていうところね、書者も一緒です。それから、寺という字も、長さ。二番目が長いんだよな。これ、もう、えっ、ー、と、こう書いて、こう書くことあるのここ長くしてもらうといいよね。点の位置も。 上の方に書いて、ここ開けるというね。これもさっき言った点の位置。丸、コロ、丸の位置。この辺もね、気をつけて書いて。丸でかい人いるんだよね。やれやれと。<laughs> 丸っていうのもね、あんまりでかいとさ、品、品がどうかね。品よく収めたいよね。それで、えっ、ー、と、お名前も、やっぱりちょっと小さめに書くといいよね。 これも小さめに書いてみました。えっ、ー、と、すみれちゃんは、うーんーと、私の親戚の新しい家族のお名前です。かわいいなと思ってますね。で、すみれちゃんを書きました。で、あ、えっ、ー、と、台があるね。私ね、これ書いて最後に台を書くので、まあ、そんなのは別に、あのー、いいと思います。だから、最初、 あの、あれしなかったね。説明しなかったね。まあ、いけると思うよ。で、ミキロ風はちょっと小さめに書くと。私はね、ここの本文を書い,書いて、こう書いて、こう書いて、最後に自分の名前っていう形でこういうのはまとめるけれども、どう書かなきゃいけないっていうようなルールはないので、うまく収めれたらいいと思いますね。という感じかな。えー、っと、 ちょっと長かったかな。えー、またこれ、YouTube にあげますので、見てもらったらいいかな。で、明日、うーんと、赤坂のお稽古がありますけれども、こういう感じなので、えー、コロナのこともありますので、皆さんお休み多いです。お近くの方がいらっしゃるみたいですね。なので、うん、YouTube、うん、じゃないや、ライブ配信。 をいたします時時半からと3時からうん質問も受けたいので3時からの2回をやるんだけれども多分皆さん質問ないかなそしたら作品書いちゃおうかなとかも思ってますまあまあ、えー、いろいろやっていきたいと思いますので期待して <laughs> くださいではでは今日のインスタライブ稽古おしまいにします お疲れ様でした。